大谷百合子の解決チャンネル。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、もう本当にこれはもう大谷百合子のコレクションと言われてるんですけど、趣味ということです。趣味、そう、もうね、私自身はいろんな生き方があるんだよとかね、いろんな人がいるんだよっていうことを伝えたくって、まあ、やってるんですけども、はい、本日のゲストは、まあLGBTQ のカウンセラーの内野隆三さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。自己紹介お願いします。皆さん LGBTQ っていう言葉は耳にされたことがあると思うんですが、僕はその中でも LGBT の T ですね、トランスジェンダーと言いまして、生まれた時には女性として生まれましたが、心が男性でということで、27歳の時に戸籍変更を行いまして、今男性として生活をしております。仕事としてはですね、そういった、コンプレックスを抱える方の、カウンセラーとかカウンセリングとか講演とかっていうのをさせていただいております。もちろんね、 LGBTQ の方で話されることたくさんあると思うんです、うん、私たちが接しているのは企業なんで、企業さんとしたらどう受け入れていきたいか、ね、内野さんがカウンセリングされている家族とかどう受け入れたいのかってあると思うんで、カウンセリングされてる方、今どんなことが起きてるのか、どんな悩みがあるのか。そうですね、当事者ももちろんなんですけど、関係者だったりとかお母さんからのお話っていうのが結構最近は多くて、例えば、我が子が、引きこもっててお話を聞いていくと、自分の性別に違和感を感じてるとか、カミングアウトをしてくれて、そのカミングアウトに対して頭では分かってた、実際に当事者と面と向かった時にはどう接したらいいのか分からなくて悩んでるとかっていうお悩みっていうのが最近は多いなっていうふうに感じます、カウンセリングするときはどういうふうにされていくんですか？基本的にはまず一旦その方の気持ちっていうのを聞くようにしていて、まずは面と向かってるのはそのお母さんと僕なので、まずはそのお母さんが本当に正直どう思ってるのかとか、吐き出すだけ吐き出せることによって意外と受け入れることができるようになったとか気づくことがあったりとかっていうことなので、基本的には何も気にせず自分の感情を言ってくださいっていうことから始めてますね。そうね。でも内野さんが両親とかに打ち明けた時、うちとかどうだったんですか？僕の時は、僕は一番最初のカミングアウトが母親で、で、その2、3年後に父親でっていうちょっとラグが開くんですけど、お母さんも黙ってたわけですね。そうですそうです。お父さんに黙ってたんですけど、でその時はもう自分の性別のことだけじゃないことでも、例えば大学生活とか、不安だったり恐怖だったりいろんなものが入り混じりすぎて吐き出すかのようなカミングアウトみたいになっちゃったんですよね、でもその時に父親もそうですけど母親もどちらも共通してたのが、まずずっと話を聞いてくれてたんですよ。すごいね、うちの、取り乱すとかではなくて、もう本当にすごく真剣に聞いてくれてましたね、だからもう言いたいことって泣きじゃくりながら言ってたなっていうのが記憶で、最終的にはね、どんな子でも私たちの子だよって言われた、すごいいい話だなと思った。実はカミングアウトの前に母親と何気なく会話をしてた時だったんですよね、何があってもあんたは私の子だからねっていうフレーズを言われた瞬間に、言うなら今かもしれないって、もう本当に泣き出しながら話したんですけど、僕実は言い逃げだったんですよ。カミングアウトをしてもうしたからにはもう男として生きていくっていう気持ちがすごくドーンと強くなっちゃったから、もうそのままもう事後報告で5年間ぐらい、でもその期間にずっと、父親も母親も後から知ったことなんですけど、 LGBTQ って書いてある本があったら読むとか新聞を見るとか、一生懸命僕のことを理解しようと歩み寄ってくれてたんですよね。そこから、ね、うちのさんは就職とかするわけですね、学校出た後、でもね、最初は何社も落ちたっていう話。落ちました。もうそれこそカミングアウトをしたきっかけっていうのが、大学生活までが、女性として生活をして、陸上競技をずっとやってたので、男性ホルモンとか投与してしまうとドーピングとかになってしまうので、そういったことは一切せず、そうか、女性としてっていうことで競技生活を終えて、男性として社会に出るってなった時に、僕は男として生きていくっていうふうに決めたので、当時は全然女性だったんですけど、リクルートスーツにネクタイをつけて履歴書に男性に丸をして、私はこういうものでして、女性から、ゆくゆく男性に戸籍変更していく治療を行っていきますが、男性としての採用していただけないでしょうかっていうのを
一社一社行ってで、まあことごとく落ちましたね、はい、でもね最後その受け入れてくれた会社の話、はい、あれもすごいいい話なんで、そうなんですね、本当に最後もうギリギリ卒業できるかできないかぐらいのタイミングで、うん、まあとある愛知県の企業さんに、うん、あの面接をしたんですよね。でその時に面接をした後に電話かかってきたんですよ。もう一度内野さんのお話をお伺いしたいので、うん、あの、うん、もう一度面接で来ていただけますかと、はいはい、ではもちろん行きますお願いしますと、はい、いうことで、もうこれもチャンスだと来たぞと思って、うん、まあ、面接に行った際にですね、担当の方から、あの今回初めて内野さんのような、まあ、ケースを聞きましたから、はい、あのどうしていいか分かりませんと、こちらも、うんうん、内野さんとしてはどういう対処をして、うん、あのやっていけば、まあ、会社としてもですし内野さんとしても、まあ、仕事がしやすいとかあるんですか、うんうんうん、っていうふうに最初切り出してくださって、はいはいはい、でそこから例えば更衣室はどうしますか、はい、どうするんですか、まあ、あ更衣室はあの男性の方を使用させてくださいとお伝えしました。で、トイレはどうしますかって言った時に、あ基本的にあの僕は個室をあの使用しますが、皆さんが嫌でなければ男性トイレを使用させてくださいと、はいはい、今の仕事をさせてくださいっていうことで、 100% 自分の希望をまずはお伝えさせていただいて、社員旅行とかもあるあ言われてますか。あ、社員旅行ももちろん ありました、そういった場合のお風呂とかはどうしますかっていうことだったな、そう皆さんにご迷惑をおかけしたくないので、あの自分で部屋のお風呂を入るでしたりとか対処はさせていただきますと、で鍵そこはもうお互いにあのすり合わせていきたいです、会社の方が最初幹部だけしか知らないようにしますと、うんうん、会社全体には伝えずに幹部だけ内容を把握した上で男性としての採用をさせていただきたいと思いますので、はい、まあ、お願いいたしますっていうふうにメッセージをいただけて、まあ、採用していただいたっていう、まあ、に会社全体にカミングアウトはするんですけど、はいはい、でもカミングアウトした時にみんなな全然違和感持たずに受け入れてくれたって話、それが本当に僕今でも感謝と感動があるんですけど、入社式があったんですね、うん、4名の入社で、まあ、一人一人があのご挨拶頑張ります、はいはい、よろしくお願いしますこと登壇みたいな形で話す時に、当時って僕こんなに声もまだ低くなかったりとか、はいはい、表情もやっぱりまだ女性あどけない感じの状況とかもあったので、うん、それが男性ホルモンとか手術してどうしても絶対的に変化していく様が分かるのに、うんうん、こう言わないでこう関わっていくっていうことがどうかなっていうのと、嘘、うん、とかをつかないでせっかく受け入れてくださった会社で働きたいなって思ったんで、80名ぐらいの入社式の時にあの私事ですがっていうので、まあ、自分自身がトランスジェンダーであるっていうことと、これから、身体的な治療をしていくこと、まあ、それも含めてあのご迷惑をかけないように精一杯頑張りたいっていうことをちょっとお伝えしたら、すごい拍手を全員くださって、嘘偽りないあの自分で接したいって言ってくれてた言葉がすごく響いたよとか、逆にこう声をかけてくれる方ばっかりで、まあ、本当にすごくありがたかったかなと思います。ありがたかったですね。でも本当そんな、まあ、特に私なんかもせっかく就職のお話があったので、うん、まあ、僕今企業研修とかも視野に入れていきたいなと思っている中で、ね、うん、やっぱり自分の経験ってすごく重要だったなっていうふうに思っていて、重要です重要です、うん、それこそ自分自身の社員にいたらっていうのを相談の形でお話を伺ったりとかっていうことっていうのがあったんですけど、その時に必ずお伝えしているのが、女性だからこうだろうなとか、うん、男性だからこうだろうなとか、例えばトランスジェンダー、女性から男性になった人、あ、女性から男性になった人だったらおそらくこういう考えなんだろうなとか、そういったものっていうのはやっぱり基本的になくって、これって人とのコミュニケーションでもそうですもんね、うん、僕自身が当事者としてあなたのことがわからないのでどう対応したらいいですか、こちらはここまでなんですけどあなたはどうできますかっていうふうに、こう会話が対話ができることっていうのがものすごく大事かなっていうふうに思うので、男だ女だ、LGBTQ だっていう見方ではなくて、うん、まあ、その方の例えばお名前が山田さんであるならば山田さんに対して、どういうふうにできるかっていうことっていうのに向き合っていただいてお話をしていただけるといいと思います。思考で決めつけではなくて、こう教えてくださいとかこういったことができますかっていうふうに言い合えるコミュニケーションを取っていきながら、その方と向き合っていただけるっていうのがまずは一番大事なのかなと思いますし、僕はそれをしていただけたことが一緒に関わっていく人たちに対してもっと頑張ろうって思えた、いい話、はい、だったので、そういうふうに
対応していただけるといいなと思います。それっても LGBTQ だけじゃないことだなと思います、ね、だから今内野さんの話を聞いててすごい思ったのは、相手がどう思うかっていうのを自分のことだけじゃなくて相手がどう思うかもすごい内野さん考えてるなと、はい、だからみんなが受け入れるんだろうね。 ありがとうございます、ね、大前提として普通普通じゃないって言い方したらダメですけど、うん、普通と言われているものではない生き方ではあるっていうのは自覚もしているので、自分自身のことっていうのをこう知ってもらえたり認めてもらえるためには、まず相手のことを認めたりとか相手の話を聞かないと。そうだよね、うちのさんはやっぱり相手もちゃんと尊重するもんね、うん、人の感じ、ね、これって別に LGBTQ の問題じゃなくて、問題じゃなくどうしてもみんな決めつけるから、うん、おかしくなるですね、うん、はい、僕自身の中にもいっぱい見えない偏見ってやっぱり持ってしまってるし、うん、こんなことを言ってても僕もすごく間違えてめちゃめちゃ人傷つけたりとかもしてしまったりするので、だからその時にはやっぱりごめんなさいとかすみませんでしたって言えることだったりとか積み重ねしかないと思うので、僕のことが受け入れられないって方がいらっしゃると思う、それもやっぱり否定できることではないし、でもいつか何かのきっかけでもしかしたらその方が理解したいなとか、こう関わる形になるなってなった時に受け入れれるように僕もなっていけるように頑張りたいなっていう感じで動くす。これ今後内野さんどういう活動していきたいか。ありがとうございます。本当に今おかげさまで それこそゆり子先生 の全国講師オーディションっていう大会をきっかけに僕はこの講師業っていうのがスタートしまして、うん、少しずつ少しずつ講演でしたりとか講師の仕事をさせていただいてるんですけども、まあ、今年は一層、まあ、僕自身がお役に立てれるように講師業でしたりとか講演業っていうのをその力入れていきたいですっていうことをね、ゆり子先生に相談したら、うち YouTube 撮るでーっていうふうに言ってくださってもうでもこうやった一つ一つもやっぱり話をする本当に練習というか力になっていくものだと思うので、まず伝えることと伝わることっていうのができる、まあ、講師業っていうのにもっと注力を注いでいけるように頑張りたいなと思っております。ということで本日のゲストは LGBTQ の、ね、今こうカウンセラーであったり、はい、いろんな方の相談に乗っておられる内野龍蔵さんです。ありがとうございました。